人々は帝国の統治は太陽と同様永遠に不滅だと考えていたのである。秩序はあっという間に崩壊し、蛮族を止められる者はいなかった。勢いに乗った蛮族は世界を席巻した。王女ジョゼフは最後に残った軍を率い、帝都が陥落前に包囲を突破して遥か遠い長石都市に逃れた。彼女は伝説の政権を探し出し、軍を招集して蛮族を駆逐し、聖なる帝国の栄光を取り戻したいと望んだ。王女殿下、我々の指導者として危険に身をさらしてはなりませぬ。帝都を蛮族に占領され、父上が戦死した以上、政権は我々の唯一の望みだ。政権は単なる伝説に過ぎません、殿下。長石都市はこの先です。敵より先につけるといいのですが。こんばんは。今回は10月17日リリース、エイジオブエンパイアやっていきます。現場ね、シミュレーションゲームです。信長とか、まあ、スポーク史みたいな、ああいう感じの、まあ、内政して多分戦争する感じのシミュレーションゲームだと思います。やっていきます。ちょっと前半部分がちょっと重くて、多分画面右上読み込みもしてるんだと思うんですよね。映像となんか合ってなかった、ずれてましたね。また動かすってこと。ちょっと読み込みしてと重いかな。ちょっとね、面白そうなんだけど、読み込みをずっとしてて、それでめちゃくちゃ重い。ちょっと今ね、ゲームできる感じじゃないかな。さっきあるものを見つけました。ご自身でご覧になる方がよろしいかと。重いんだよね。だから読み込みが全部終わんないことには多分しない方がいいような気もするな。画面右上なんかずっと読み込みしてるんですよね。だからそこまでは、なんか音もおかしいし、映像もおかしいし、全部がちょっとおかしいかな。現地の住人だ。蛮族がここを蹂躙し、彼らを皆殺し、あの悪党ども。とりあえず読み込み全部終わったみたいなので、ここからやろう。っていうかね、今からゲーム始める方はね、読み込みがね、画面右上に出てくるんですけど、終わってからのがいいかも。ちょっと重くて。ちょっとよく映像も飛んだりとか音声も合ってなかったし、全部読み込み終わってからがいいかもしんない。じゃあやりますかね。現地の住民だ。蛮族がここを蹂躙し、彼らを皆殺し、あの悪党ども。罪なき民を狙うとは。こんなところで華麗なる貴族のお嬢様に出会えるとは。ちょっと当たっ野蛮人。二度とその口が聞けないように首をはねて使者に捧げてやる。殿下、どうか私もあなたの舞台に加えてください。増えた。殿下、右側のアイコンをドラッグ&ドロップしてウルディンを攻撃できます。君の方が大抵命乞いする村人よりいじめ甲斐がありそうだ。弱いな。話せ。俺に手を出したら血の手あっちかがただじゃおかないぞ。兄貴は上の町の中心に駐屯してる。
貴様ら死にたいのか。やっちゃう。忘れたのか。お前の首を死んだ民に捧げると、そう言ったはずだ。やめろ貴様。まさか。約束を守ること、貴族の美徳だ。血の手アッティカが財宝を全てかっさらった。政権も奴の手に渡った可能性がある。激しい戦いになることでしょう。しかし今の我々の兵力はあまりにも少なすぎる。殿下、剣士兵営を建設してより多くの兵士を訓練しましょう。この廃棄建築を利用すればすぐに完成するでしょう。ちょっと早いな、あのボイスの喋る速さが。それとあのなんだろう、選ぶところあれかな、やっぱ中国の会社なのかな、感じでなんとなくわかるけど。喋れなくなった、はい、今までと一緒ですね。これ何人訓練するのか、1100 2秒とか、あ、20人か。兵士たちよ、本来ならお前たちを戦争から遠ざけたかったが、国家滅亡の恨みを晴らせていない今、我々は立ち向かわなければならない。私の忠実な兵士、私の戦友、私の兄弟たちよ、帝国のため、我々の故郷のために戦おう。副官、偵察軍隊を任せた。先に蛮族の様子を偵察し、城の防御の状況を探ってくるのだ。仰せの通りに、殿下。その他の者、整列出発だ。政権を奪回し蛮族を撃破せよ。死んだ者たちの仇を討つのだ。すごく面白そうなのに、なんかちょっともったいないですね。あのボイスの喋るスピードがちょっとこう、もう一拍、いや、喋った後に一呼吸を置いてくれたらね、こうちゃんとつながっていくんだけど、ちょっと早い、残念。ここまで、あれ、あ、策敵なんだこれ。敵の入んなかったら攻撃してこないってことか。あの円の中戦ってる、待てよ殿下。私が防衛塔からの攻撃を防ぎます。殿下、蛮族の討滅を。松明で防衛塔を打ち壊せ。あとは敵の狩猟だけだ。偵察分隊、戻って共に進行するぞ。少ないな人数こっち。帝国の王女、皇帝のバラ、ジョセフィン、その名は聞き覚えがあるぞ。この忌々しい政権を見つけるために帝国中を探し回ったというのに、使い勝手が俺のワントン以下とはがっかりしたよ。こんなもののために亡国の王子がのこのことやってくるとはな。アッティカ、絶対に許せぬ。かかってこい、ジョセフィン。お前の首は最高のコレクションになることだろう。はい、さすがスキルがあるんだ、使わないことには。使えないのか、あて使える。私の首相スキル、アッティカの奥義を中断できる。いいぞ、この痛みこそ俺が探し求めていたものだ。互角だな。政権など無意味だ。
あんなものに託したのがお前たちの最大の敗、ジョセフィン。お前は世界の流れに逆らえない。未来は我々草原。未来は生きているものによって切り開かれる。悪いが、お前はすでにその資格を失った。殿下、聖剣は錆びてしまい、このエネルギーは長い年月を経て枯渇してしまったが、私が戦闘と建設で新たな命を与えよう。そして帝国の栄光を取り戻す。これは天から与えられた神聖なる使命だ。なんかせっかくいいのにもったいない。本当にこの文字がボイスとのもうちょっと一呼吸置いてくれたら多分ちゃんとつながっていくのにね。早い。聖剣の名のもと、これらの戦利品を使って町を再建し、我々の新しい故郷を作ろう。仰せの通りに、殿下。民家を通じてもっと多くの村人を招集できます。これか、村人訓練。はい、木材はもう十分です。さあ民家を建設しましょう。民家、はい、タップ、はい、民家の建設が完了し、民衆の心も高揚している。徐々に覚醒しつつある政権の興奮を感じることができる。殿下、おめでとうございます。これで民家を通じてもっと多くの農民を招集できます。食料か、はい、伐採場を建設して伐木の効率を上げましょう。プレアリコルテ、プレアリコルテ。殿下、町の中心をレベルアップする時が来ました。はい、言われるままにやる。同じだね。ゲームと6分かかるんか。時短したいとこだけどね。聖剣が私に啓示を与えている。その輝きを取り戻す術は果てしない大海原にあると。そこで何が待ち受けていようとも、私たちは直ちに出発しなければならない。入れたいとこだね。倒して。恐れ知らずの戦いと栄光ある勝利、それこそがヒストリカが求めるものだ。強いか、スキルがなくなる。しようとしてその鼓動を感じられる。殿下の勇敢な戦いぶりが目覚めさせたのです。剣は栄光と戦闘を求めているのです。次は、ガチャだね。英雄が出てくるみたいな。なんか他のゲームと一緒だね。その国の英雄みたいな。Confiez-moi vos hommes et vous serez couronnés de succès. Je me ferai la voix par mon courage et ma détermination, comme je l'ai fait à Orléans face à l'envahisseur anglais. Ma mission est des plus essentielles et je l'accomplirai au nom du Très-Haut. 日本もあるんです。日本信長だったような気がする。説明のサイトに書いてあったの。これ一応レジェンドなのかな。そうだろうね、わかんないけど。あ、でもこれで雷金っていうゲームで確かね、武田が出てきて、武田信玄でもレジェンドじゃなかったような気がする。エピックだったような気がするな。あ、わかんないな。でも星5つだからレジェンドっぽいけど、レジェンドっぽいな、色がやっぱり。しかもなんかこういろいろ、あ、ニューか、うん、なんかあるのかなと思って。あの他のゲームだったら建設特化とか
あと戦闘特化とか馬とか槍とか弓とかなんかいろいろあるんですけど、はい、なんとか、あ、でも仲間増えたからね、ジャンヌを入れるのかな、デッキに。おお、いるじゃん、もう手持ってるじゃん、しかも、はい、舞台をね、何舞台セットできるかが、場所的には2、4、6、12マスあって、相手の方が24マスあって、あ、なるほど、あれだ、3スクミがあるんですよ、有利不利が兵種によって。領地の住民が増えてきました。製粉所を建設して食料の生産量を上げましょう。ここら辺ちょっとあれだな、他いろんなゲームのやったことあるやつだな。村人には農地の耕作に集中させ、もっと多くの食料を獲得しましょう。はい、はい、1、2、3人ってことかな。ベリー通らなくていいのか、まあいいや、レベル3、はい、あ、加速あるんだね、資産アイテムね。まただ、また戦闘だ、ずっといるのかい君たち、ここだよね。また帰るのかな、もう。あ、ないな、そういう指示が。いえ、ユニソンのパス。メッシュ中、コミセル。他のゲームと一緒だね。あの内政やって、兵作って、で戦争みたいな感じになると思う。多分他のユーザーの方もいて、なんか全体マップみたいなのがあって、戦争になるんじゃないかな。ちょっと重かったね、前半。あの重さがちょっとなければよかったけど。The war is my everything. Should I stand, the empire stands. 書いてるわ。攻撃回復。ジャンヌは？ Ma mission est des plus essentielles. 攻撃と反撃だ。Et je l'accomplirai au nom du très haut. あ、こういうのがありますよってことか。これがいいんだ、この赤いやつが。Knights, the gift of freedom is yours and land. It's in us and in our actions on this day. あ、これ信長？サル、日吉、藤吉、秀吉、太閤。これもまた皆が嫌がるところでの我慢があったればこそ。これカウンだ。あれ、信長って書いてあったんだけど。信長どこだい？これか。反戦者。違うわ。以正和、以奇胜。中国か。孫武。え？信長って書いてあったのにな。上の方か。これ秀吉でしょ？え？これ違うわ、上の方。ん？これ関羽だと思うんだよね。忠義是为将之本。いない。え？これ孫武だったかな、さっき信長と思ってタップしたら。あ、これか。必死に生きてこそ生涯は光を放つ。信長っぽくないぞ。このキャラクターで。来金出てきたぞ。これが信長っぽいのにな、なんとなく。なるほど。あ、上げないといけないか。自分上げようかな。The war is my everything. Should I stand? The empire stands. 多分限界突破みたいなのがあるんでしょうね。
次の、認可、はい、レベル3か。これは多分あの一気に上がったのはこの自分の本部本場っていうのかな、それのレベルが上がればそこまで一気に今持っていけれる状態になってるのかな。ちょうど15人になるわ、はい、一気に上がるんじゃない、まあ、敵の先決と民衆の支持があれば政権を復活させられます。レベル4、はい、殿下、政権の修復は間近に迫っています。町の建設に力を入れ、より多くの民心をつかみましょう。まあ時短させるんだろう、12分、はい、封建時代に、あ、うん、一緒だね。あのシビライゼーションってゲームちょっと前やったんですけど、なんか似てるな。時代があって、その見た目も変わっていくってことでしょ、はい、あなたの努力の賜物です、殿下。民心が加わったことで政権がかつての輝きを取り戻しました。ヒストリカ、永遠の証人よ。至高の山の銀より作られ、雷鳴で鍛えられた最高の聖剣よ。王権の象徴である栄光の刃よ。歳月によって衰微したものの、今天命を受け再びあなたの手中にて復活したのです。聖剣ヒストリカ、再びこの地に戻り、私を待っている。それは確かに。これをもって帝国最強の軍隊を招集しましょう。殿下、ついに王になる時が来たのです。リアルっぽかったのかな、ここまでが。でも重かったなあ。あー、なるほど、建物ね、日本式もあるよね。フランス式にするか、ジャンヌ式。あとは今までの他のゲームと同じようにこの画面の左ミッションずっとやっていくって、これなんだろう、ついてるやつ。あー、チャージしたらもらえるやつかな。なるほど、150円課金したら必ず SSL、まあ、レジェンドカード1枚もらえますみたいな感じかな。でも多分1枚だけじゃ意味がないような気がする。あの何枚もいるんだと思うんですよね、育成するのに。あ、もらうんじゃないのか。ガチャをちょっとしたいんだけど、ガチャどこだった？これね、ここじゃないな。これか。The war is my everything。ね。タップして、いや、これ戦闘するやつだね。やっぱり慣れないな、最初だから。さっきやったよね、ガチャ。ガチャどこ行った？ガチャ行ったのにね。あ、そっか、アイテムをタップしたらそこに行けるかな。じゃあ、これをタップすれば一応。はい、ガチャ来た。11連いきなり、あ、持ってないんだ。こっちは持ってる。11連ガチャか。11枚あるからってことか。通常召喚をあと5回行えば必ず URAU または URAU の勲章を獲得。とりあえずまあ11連するか。11枚あるから。
あ震源っぽいんだよね。必死に生きてこそ生涯は光を放つ。必死に生きてこそ生涯は光を放つ。うわ一枚しか出なかったってことか。残念。これだのかな。あなるほど。SSR って言わないのかな。じゃあ、はい、戻り。あとはまあさっき言ったここですね。ここずっとやっていけば。メールがまだ何個ある。ないか。読んでないの。あ向かう？評価か。OK。こっちは？これはあれか、中国と思ったけど韓国なのかな。ハングルが出てるから作ってるの。シビライゼーションも確かね、韓国だったかな作ってんの、うん、あのモバイル用のやつ。権利買ってるんでしょうね。いやもう他のゲームとここら辺はあと一緒かな。内製して多分兵作って、外見れるのかな全体マップ。あ、まだいけないのか。チャプタークエスト7。あ、そしたら多分ここで外に出てって自分の場所とか、あと他のユーザーの方の城の場所とかが分かるだと思います。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。